はい、100までピアノライフの川村です。今日はですね、かなり長距離、多分400キロぐらいね、走るかなと思いますので、撮影しようかなと思っております。このトリップはゼロに戻しました。長距離行くのにバッテリーの方は 33% しかない状態です。とりあえず1軒目は、ここから23キロぐらいの地点ですので、このままスタートしようかなと思っております。温度の方は、このぐらいですね、半分以下になっておりますね。もう18度になっておりますので、バッテリーの熱の問題はこの時期は問題ないんじゃないかなと思いますね。はい、ではスタートしたいと思います。はい、43.8キロ走ったところで、もうすぐ高速に乗るんですが、1軒目の見積もりが終わりまして、残り 14% から充電をしております。温度計の方がちょっと半分ぐらいまでなってきましたですね。気温20度ですね。はい、38キロワットで充電しているというふうな状況ですね。はい、温度の方どんだけ上がるかということですね。これから気温もちょっと上がってくるでしょうしね。そうだ、この今街乗りの感じでは、平均電費が 7.4 ですのでね、これから高速乗るのでちょっとリセットしとこうと思いますね。はい、高速でだいたいどのぐらいの電費になるかも見ていきたいと思います。はい、次の目的地まで115キロということで、今15分ほど、充電したんですけども、もう目的地までは行ける距離ですし、おそらくまあ途中のパーキングで、ちょっとね、この次の姫路市の見積もりの後に向かうのが、このピアノの修復のですね、師匠のところに向かうんですけど、ちょっとお土産を買ったりとかもしようかなと思ってますので、どっちみちまあパーキングで止まりますので、充電このぐらいで切り上げて、向かおうかなと思っております。あ、そうそう、バッテリー温度がですね、ちょっと真ん中よりも過ぎたところになっております。撮影するの忘れたので追加で撮影します。はい、本日98キロ走ったところで、充電に入りました。電費の方が 7.5 ということで、まあ8ぐらいいくかなと思ったんですけど、ちょっと飛ばしましたのでね、7.5 ということになりますね。温度の方も、さっき15分ほど充電した時と同じぐらいな感じということですね。はい、この高速の方の、パーキングの充電は 31kW で入っていってるというふうな感じですね。このパーキングですね、車がいっぱいでしたけども、この充電スポットのところだけは空いていたというふうな、こういう状況です。はい、また報告したいと思います。はい、トイレ休憩と、買い物を済ましまして、21分ぐらいね、充電したところでもう 64% になりましたので、もう十分かなと思いますので、このぐらいで充電を終わろうかなと思っております。温度もちょっとだけ上がっておりますね。はい、はい、では、電費の画面にしてからスタートしたいと思います。はい、お客様のお家まであと 900m のところに来ております。2時のお約束ですので、ちょっと早く着いてます。もうちょっと早く着いたらね、どっか充電のスポットを探して時間をつなぐとこなんですけども、まああと10分ですのでね、ちょっと撮影でもしようかなということで、平均電費がね、リセットせずにそのまま走りましたけど 8.4 まで伸びておりますね。これはですね、このコード、あ、ちょっと映り込むかな、高度30メートルになってますね。これね、最初 7.5 の時は、スタートした時、リセットした時が、130ぐらいの高度でしたね。
で、そこから、160に、高度が上がってますので、まあ言うと全体的には上り坂というところで 7.5 で、しかもちょっとね、まあ、飛ばしたら言うても100キロぐらいですけども、ぐらいで高速走ってきました。で、今はですね、プロパイロット90キロで合わせてますので、前の車が詰まったら80キロになったりとかしながら、そういうペースで走ってきました。間に合うなと思ったので、ちょっとねゆっくりと走ってきたんですけども、それでも10分早く着いたという状況です。そのようにですね、160のとこから30ですので、かなりの下りということもあって、スピードも緩めということもあって、 8.4 というふうな形まで上がりました。だから区間で行くともっと9とかね、そのぐらい、それ以上かもわかりませんね。 7.5 から挽回して 8.4 ということなので、9.5 とかね、そのぐらいになってたのかもわかりませんけどね、そういう状況になっております。はい、ではね、お客さんのとこに入ってまた走り出して、次の充電ぐらいのところでまたレポートしたいと思います。あ、そうそう。温度ですね。温度は、ゆっくり走りましたけど、あんまり変わらないですね。一回上がってしまうと、23度の温度ですけども、外気ですけども、そんなに下がらないというふうな感じですね。なので、やっぱり夏場の、やっぱりちょっとね、その温度の問題、この間のレポートでは、ね、そんなにでもなかったですけどね。あ、そうか。止まってる時もあったので、止まってる間の方が冷めるのかもわからないですね。はい。またこの辺も、こういう長距離運転ある時に、どんどん、レポートしていきたいなと思っております。はい。姫路市の、お客さんのところを出まして、しばらく、下道を走ったところです。今日 197.3 キロ走りまして、平均燃費は 8.2 という状況ですね。はい。バッテリー温度、相変わらず半分よりちょっと上がったかなという、上がってるかなということで変化なしです。はい。21キロワット、これ今コンビニの、充電器ですので、そんなに早く入るタイプではないですね。なので温度の上昇はこれ以上はないのかなというふうな思っている状況です。はい。これからまた高速で走るような形になって、出雲大社の辺で今日は一泊して、明日出雲大社に、参拝してから、島根県の、当店のね、ピアノ修復の師匠のところに、行く予定をしております。はい。今日まだまだ走らないといけませんので頑張ります。はい。ローソンでの充電が完了いたしました。62% になりましたね。十分ですね。温度は少しだけ上がったのかな。はい。ではまた高速で、走っていこうと思いますので、また充電スポットで、撮影したいと思います。はい。245.3 キロ走ったところでまた充電をしております。ちょうどねトイレ休憩もしたかったので、ちょうどよかったなという感じですね。先ほどのローソンで、充電しといてよかったかなと思いますね。もう 40% になってますので、はい。そんな感じですね。温度、バッテリー温度も、やっぱ高速走ると、そんなにね、下がらないですね。電費は 7.9 になっております。はい。また、充電終わると、レポートさせていただきます。はい。245.3 キロの地点の充電が終わりました。バッテリー温度がね、結構上がりましたね。はい。やっぱり連続充電は、やっぱりバッテリーの温度上昇にはやっぱりなるみたいですね。これ夏場だったらちょっと怖かったなという感じですね。はい。ではまた、走っていきたいと思います。はい。300キロを超えたところで、また、
パーキングお腹空きましたのでね、ちょっと止まりました。気温14度になってきてますけども、走ってる間はやっぱりね下がらないですね。ちょっと高速まあ100キロぐらいでね来ましたので、ちょっとこれはまあそんなに速くないタイプの充電器ですけども、こういう風にね扉がついてる充電器、私初めてですね。やっぱ雪が降るような地域はこういう風になってるのかもわかりませんね。はい。ちなみに、やっぱりちょっとね、飛ばすと 7.3 ぐらいまで落ちてきているという風な、こういう状況になっておりますね。はい。お腹空いたのでね、ちょっと、食事タイムにしたいと思います。はい。食事を終えまして戻ってきました。ですね、あと2分で充電が終わるんですけども、バッテリーがもうレッドゾーンの手前まで来ておりますね。こんなに、夏場でもこんなに上がったことはなかったのに、やっぱり高速の走行と、充電の連続っていうとこういう風になるんですかね。14度ですのでね、これは初めてですね。やっぱり長距離の高速移動っていうのは、かなり難しいっていうのが、わかるなぁと思いますね。これは季節関係なしに、バッテリーの温度が一旦上がってしまうとなかなか、走行中には下がらないというふうな形になりますね。なので今回まあ 75% 以上になると思いますので、まあ次のパーキングぐらいまでちょっと進んで、車をちょっと止めて、バッテリー温度を下げようかなと思っております。300ちょっと超えたところから、あの蒜山のパーキングから今大山のパーキングまでずっとね下りだったので、ただちょっとねここへ着いた時に電話かかって、電話喋りかけた出した時はこのレッドゾーンギリギリのとこやったんですね。だから全然下りやのに全然下がってきへんなと思ってたんですが、喋ってる間にこれだけちょっと下がったので、止まったから下がったのか、それともずっと下ってて冷めかけてたのが、このメーターに反映されたのがそういうタイミングやったのか、その辺がちょっとわからないんですが、もうちょっと止まって様子見ようかなと思います。これが止まってる間にもっとさらに下がってくるようであれば、目の前に充電器があるので、ちょっと充電してもいいのかなと思ったりしております。なかなかこの辺やっぱりね、バッテリーの温度の関係は長距離の場合はなかなか難しいなというふうに思ったりする長距離ドライブになっております。あ、それと、あ、やっぱり下りだとね、7.7 まで回復しておりますね。はい、こういう状況になっております。はい、1時間ほどね仮眠しましたらだいぶ温度が下がってきました。気温は16度ですね。まあもうちょっとだけ充電して、もう一走りしようかなと思っております。はい、やはりね 90% 超えてくると充電するスピードが遅くなるので温度の上がり方も少ないのか、もしかしたらちょっと遅れてバーンとまた上がってくるのか、ちょっとわからないですけども、もう、93% までいってるので、あと7分ぐらいありますけども、ここで切っちゃおうかなと思います。はい、381キロ走ったところで、今日はここで、車中泊をしようかと思います。だいぶね走りましたらやっぱり温度下がりましたですね。18度になってるので、この辺がようわからないですね。走った方がいいのか止まってた方がいいのかっていうのがちょっとまだよくつかめてないような状況になっております。先ほどね
73% ぐらいですかね、のところから 74%、まあ、このまま仮眠して、どうだろうな、暖房入れなくてもいいかな、途中で入れないといけないかもわかりませんけど、あまりね、バッテリーの容量が多い状態で止まってるよりは、このぐらいの方がいいかなと思いますので、ここのパーキング、充電の、装置はあるんですけども、このまま、仮眠したい、車中泊したいと思います。あ、ちなみに、今日1日の電費は 7.6 というふうなことになっております。はい、朝になりましたといっても4時15分ですので、外はまだ暗いです。私結構朝は早い方で、だいたい5時ぐらいに起きるんですけども、今日は4時に、目が覚めました。昨日10時ぐらいに、寝ましたので、まあ、途中ちょっとね、寒かったり、ちょっとね、首、枕がね、うまく合わなくてですね、このヘッドレストを、逆、こういうふうについてるのを逆につけて、これペットボトルをね、こういうふうに毛布で巻いて、置くとちょうど良かったんでね、それからはよく眠れましたですね。はい、バッテリー温度の方も、半分ぐらいまで下がっております。それからやっぱりね、ずっとエアコンを途中から入れましたので、やっぱり平均これ 7.6 やったのがだいぶ下がってしまいましたので、これも今日また2日目はリセットします。はい、それからこの距離も2日目ということで 381.6 キロ覚えといて、これも2日目リセットするということで、ちょっと早いですけどね、本来はあと43キロ走って、昨日目的地まで行く予定だったんですけども、ちょっとここでね、予定より早く休むことにしましたので、ちょっと早いですけど、これから充電をしてから出発しようかなと思います。はい、充電をしております。15分経ったところなんですが、もう 85% まで来ましたので、しかも温度はそんなに上がってないので、この状態でもう切ってでスタートした方がいいのかなと思いますので、今日一発目はこの辺でスタートしたいと思います。充電を、途中で切る場合の動画っていうのがあんまりないかと思いますので、ちょっとやってみたいと思います。このいろんなまあタイプあるんですけど、これ、まあ、選択をしますと会員カード、はい、私ここに入れてるキーケースに入れてるんですけども、これをタッチしますと充電終了してもよろしいですか。はい、これでこういう風にランプも消えますので、抜いて戻して蓋を閉めると、よいしょ、こういう形になりますね。あと蓋を閉めるのを忘れないようにするということですね。はい、これで完了になります。では今日スタートします。コンビニの方で止まりまして、74% あるんですが、充電器ありますので、ちょっと買い物する間おそらくまた、80% 超えると思いますけど、充電しとこうかなと思います。温度の方も変わりありませんね。はい、このペースで行こうかなと思います。はい、コンビニで、飲み物と朝ごはんを買い込みましたので、83% になりましたし、もうこれでまた途中で止めて、出発しようかなと思います。温度の方は上がっておりません。気温16度になっております。あ、電費は
8.4 という感じで、いい感じでスタートできたかなと思いますね。まだ35キロです、走行の方はね。はい、ではスタートします。はい、日産で充電中です。ピアノ修復のね、師匠がいるところにお伺いする時間まで、まだだいぶありますので、充電もまだあるんですけども、とりあえずまあ、もう満タン近くしとこうかなという感じですね。温度もこんな感じです。はい、出雲大社から松江城とかね、回りまして、下道中心でしたけども、燃費の方はこんな感じになっております。はい、今日はね、ゆっくりと、車の中でね、パソコン作業をしようかなと思っておりますね、時間までね。はい、こんな状況です。はい、今日産で充電が終わりました。やっぱりね、80% 超えてくると、充電入っていく容量が少ないので、温度はあまり上がらないなという感じですね。ね、どっかの動画で、あまり減らないうちに充電する方が温度が上がりにくいのをやってましたけども、確かにそんな感じはしますね。はい、電費はまあ変わらないですけど、これ多分止まったままちょっとね、電源入れてパソコン作業をちょっと2時間ぐらいやらないといけないかなと思いますので、電費の方はちょっとね悪くなるんじゃないかなと思っておりますね。はい、またリポートしたいと思います。はい、パソコン作業を終えまして、師匠のところにだいぶ長いしましてですね、こんな時間になりました。奈良まで帰るのに、300キロ以上走らないといけないので、充電しながらだと今日中になんとか帰れるかどうかいうぐらいの感じになっております。電費の方も、やっぱり、7.6 ぐらいまで下がってまいりました。温度の方は、真ん中ぐらいですね。はい、83%、ここから、変える方向に向かってスタートしたいと思います。はい、スタートしてから40キロぐらいのところなんですけども、今日の走行で142キロですね。電費の方 7.4 ぐらいです。高速だとあんまりね良くならないですけどもね、68% のところなんですが、ちょっとねトイレ借りてから出たらよかったんですけども、どうもおしっこが近いんで、トイレしたくなったので予定より早めに止まって充電をしております。温度はね全然上がってないような状態ですね。はい、これ充電どうでしょうね。まあ 80% 超えるぐらいで15分ぐらい充電したらいいかなと思っておりますので、また充電終わったら撮影したいと思います。はい、お手洗いを済ませて、ちょっと飲み物とかをね買いまして、戻ってきたら10分も経てないですけども、すぐ 80% になるので、 80% になったら充電を止めて、出発したいと思います。バッテリー温度ほとんど上がっておりません。はい、では、予定よりもちょっと早く止まったので、ちょっと先までね進もうかなと思いますね。はい、また報告します。はい、233キロ走ったところで、充電開始しました。 36% ぐらいまで減ってきてましたけども、すぐに 37% になりましたですね。はい、温度の方はもうだいぶね、雨の中飛ばしましたので、飛ばしたらもう100キロぐらいですけどね、もっと上がってるか思いましたけど真ん中ぐらいですね。電費の方は 7.0 と、やっぱりあまり伸びないですね。はい、標高がね530ぐらいまで上がってましたので、そこから今多分もう100はないと思うようなとこまで降りてきてるので、登って下ってきましたのでね、電費は悪くなっております。はい、ではここはもうたっぷり30分、充電したいと思います。
はい、充電の方あと4分残っていますが、もう 82% になっております。温度の方はですね、切り替えが、ちょっとだけ上がりまして、これね、50% ぐらいまでがぐーっと一気に上がったんですけど、 50% 30何%からやったかな、 37% かそのぐらいから始めて 50% ぐらいになった時にさっと上がって、それからはね、温度の上がり方が 80% 以上になってますけど、本当に緩やかなんですよね。なのでこれ 50% 切らないうちに充電していくと温度が上がらないんじゃないかなと思い出しました。なので一度 50% までのところで一回充電してみようかなと思いますね。もうこれで十分、家までは帰れるぐらいの充電量にはなるんですが、ちょっと、そうだな、今から出た葛西のインターぐらいだとちょうどイン違うかなと思うんで、もう一回 50% 切らないうちに充電してみたいと思います。では、3分経ったら、出発しようかなと思います。はい、300キロ今日の走行を超えたところで、バッテリーの温度は先ほど充電した時に上がったまま、だいたい70キロぐらい走ったかと思うんですが、全然変わっておりません。走って温度を下げるというのは無理なような気がしますね。はい、ちょうど 52% でいい感じですね。ここから、どのような形になるかですね。電費は 7.0 のままかな、変わってなかったかな。はい、これちょっと楽しみですね。上がり方がね、ちょっと私 メモリをつけてるの分かりますかね。下から2つ目のメモリよりちょっと超えたぐらいに見えますけども、さあどのぐらい上がりますでしょうか。充電してみたいと思います。はい、18分ぐらい経ちまして 80% までなっております。さて、ボタンよいしょ、ほとんど上がってない感じですね。うん、これ 80% 超えてるから、これからは、あ、間違えた、この今25キロワットですけど、ここからどんどん入る量は下がってくると思うので、これ以上熱くならないように思いますけども、うん、やっぱり私の読みが正しかったような気がしますね。はい、まあ最後までもうせっかくなので充電してしまおうかなと思います。はい、あと充電3分を切りました。90% になっておりますね。ボタン、温度の方は、あ、やっぱりほとんど上がってないですね。どうやらそんな感じですね。50% を切らないように、継ぎ足しで充電していくと、温度は上がらないような感じですね。はい。これまた今度、東京に来月行く予定なので、この方法、まあちょっと涼しくなるのでね、あんまり、そういう部分もあるかも分かりませんけど、ちょっと試してみたいなと思いますね。はい、昨日はね、もうかなり 40% とか切ってる状態からスタートしたっていうのが、温度が上がる原因だったのかも分かりませんね。はい、こういうのも実証していきたいと思います。ではあと2分経ったら出発したいと思います。もう 91% になりましたね。はい、はい、354キロ走ったところで、64% ですけども、一応止まって、充電しようかなと思います。相変わらず温度は一定ですね。走っても変わりませんね。電費は 6.9 に落ちてしまいました。ではここからまた、
80% 超えるぐらいまで充電しようかなと思います。はい、80% ぐらいで止めようかなと思ってたんですけど、油断してるともうあと6分というところまで来てしまいました。もうスマホとかいじってたらね、あっという間に時間が経ちますね。でこれね、私見ながらちょっとやってたんですけど、 80% 超えて 85% ぐらいの時は温度がねそんなに上がってなかったんですけど、ちょっとねやっぱ 90% 超えたぐらいから温度が上がりだしましたので、あんまり 90% 以上とかはやらない方がいいような感じですね。はい、もうここで止めたいと思います。あとはもう家までたどり着けるのは十分いけますので、もうここで止めたいと思います。で、あと燃費は相変わらず 6.9 ということになっております。はい、今充電を切りましてね、もう一回入れると温度はそんなに上がってなかったですね。さっきの何やったのかなみたいな感じですね。やはり、まあ、50% 切らないうちに充電する方がいいような感じです。ではスタートしたいと思います。はい、無事、帰宅することができました。 413.1 キロ走りましたね。ちょっとだけ温度は下がったような感じはしますね。うん、ちょっとだけ下がってます。 64% になっておりますので、このまま今晩まあ給電したら、明日の朝多分 30% 近く、まあでもいかないかな、 20% ぐらい多分なくなると思うので、 45% ぐらいになるかなと思いますね。はい、あと燃費は 6.8 になりましたね。あ、そうそう、第2ハンナがちょっと通行止めになってましたので、ハンナ道路を登ってまた降りてきましたので、やっぱりね燃費は悪くなってしまいましたですね。はい、雨が降るとやっぱり転がり抵抗が増すのか、燃費には影響が出ます。はい、今回の1泊2日の車中泊での、レポートとなりました。ご参考にしてください。